はい、皆さんこんにちは。ゲームズのシロです。はい、皆さんこんにちは。ナシカノです。はい、今回は神の究極に挑んでいきましょう、はい、で、まあ、はい、まあ、ビットンがね、ビットンここはやばいですと。そうですね、はい、で主にね、敵が移動を続けます。でここの敵の移動の下、あと今だと右側のやつですね、はい、この間に入ると一応ビットンと、ね、敵を同時に処理が、で、はい、ビットンブレーカーをね連れてきてる場合は、はい、ビットンブレーカーで、ワンバンできるんで、ね、まあ、処理とかね、あと、マリオアプロ X 限定ですけど、はい、連れてくるといい、はい、でこのクエストは今、まあ、ちょっと見ていただければ分かったと思うんですけど、ビットンがね下方向にね、約火属性で5500ぐらいのダメージのレーザーを2本ずつ打ってますよ、ね、はい、これが痛い。範囲がまあ広いんで、ビットンより下でにいるとまずいですよね。なんでビットンより上に配置をするか、極力そのビットンブレーカーでスタートして開幕で行こうですか。はい、第1ストップです。で、これちょっと第2ですね。はい、第2ステージ、はい、はい、これがね、まだね、こう、はい、で今回みたいにね、うまい説明しようとしたのにビットンなくなったそんなうまいと思わなかった、びっくりした今。はい、で、まあ、ビットンがね、あの破壊できないって場合は、うん、その上側に、はい、みんな確かに寄ってね。今回ステージカットがされなかったんですよね。今第2出てます ね、うん、すね。これがねカットされた場合、うん、あの第3マップが、うん、まあ、上側にいないと積むんですよ。あ、そうなん、はい、なんでビットンブレーカー連れてこないかったりするとそう、ね、そう、上側に行くってことです。第3とか、ボスの2戦ですねとかはもう、はい、特にボスにはもう一番上にビットンがいたりするので、逃げ場がない、うん、逃げ場なくなるから気をつけましょう。上側にね、ここでちょっと上側に行きたいですね。で、まあ、なるべくビットンブレーカー連れてきてるときは、はい、開幕1ターン目はビットンブレーカーにしとくのがいいです。ビットブレーカーで終わってじゃないですか、はい、まあね、3ターンの間は、うん、はい、はい、これはね来ましたね、ダイソン。そう、これがね、ここが結構鬼門でね、引く今見たら上に移動、上に移動、上に移動、あー、よかった、あー、とりあえず、はい、はい、これね、ほんと移動しとかないと積むんすよ。でも、シリ動けるからね、いつも横へ来る前に、はい、靴もあるし、そうですね、これもちょっと妥当に行きますか。で、またここ、その睡眠メトがね、はい、いやらしいですね。そう、これがね、また難易度跳ね上げてる。中ボス戦まだ1個だからいいんですけど、うん、ボス戦から2つになるんですよ、はい、これがで、ね、寝るんすよ、また、まあ、これまた寝るんすよ、はい、OK、素晴らしい。お、いけよ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 当たりにいってる当たりにいってるよ、はい、これですね、7000ぐらい食らうのかな。位置によってちょっと変わってくる、まあ、そうだね、うん、まあ、今あと光属性だったんでね。あ、そうか、そうか、火属性だったらもうちょっと軽減されますけど。スレッズ、落ちない。よかった、まだ落ちたってないけど、落ちてない。はい、で、まあ、中ボスとかはそうですね。ビットンを壊すか、上側にいるか、これ意識してるだけで大丈夫です。あとは、妬み方を落とす。これだけ。はい、まあ、ビットンブレーカー、これ逆にね、2とか積んじゃったりすると、またね、ないで跳ね上がる。辛いんじゃないや。1体でいいと思うんで、ビットンブレーカー。1体ですね。ビットブレーカーはね、はい、手裏でいいと思いますよ。手裏、マリアポロ、うん、じゃなくて。確かに。手裏だと SS で感染会になって絶対に処理できるんで。そう、壊しやすいんですよね。そう。はい、ボス戦来ました。24ターン。はい。はい、壊しに行きます。行きましょう。ウィーク、ウィーク。うまい。オッケーオッケー。素晴らしい。そう、真ん中の方を、ね、いいね、壊してくれてるとね。超助かります。 ここは特に左下は別にね、はい、あそこに入り込むってことはなかなかないと思うんで。そうですね、上3つかな。上3つ一応壊すか。はい、壊れない綺麗に半分壊れない。斜めにこれよ、これこのね、お休みメテオが本当につらい。これどうしようかな、はい、これあれどこでしたっけ、あのエクスキューション、左上かな、まず2ターン後っすよね。どっちかなんですよね。なのはどっちかなんですよ、はい、お、倒せ倒せ。あー、
3ターン強っ、あと2ターン後です、ね、はい、あと3ターン後だ、3ターン後、3ターン後、はい、じゃあまだ大丈夫か、これは、まあ、でもこれアポレックスだよ、当たれば、はい、あまり楽なんでしょ、あでもそれ倒してくれれば、これは睡眠メテオとなってます、あ16バリ16、はい、で、まあ、ちょっと起こしとかないと、でそうですね、はい、左下の数字が今2っていう数字があると思うんですけど、はい、これがまあ0になるとオーロラエクスキューションっていう、うん、あのまあロックオンレーザーみたいな、はいはいはい、攻撃してきます。でそれがだいたい1体でも食らうと2万5000ぐらい食らっちゃうんですよね、うん、なんで気をつけてください、はい、特に味方が重なってるとね、それでゲームオーバーになる可能性あるんで、一発 KO されることもある、それちょっとね気をつけましょう、これどうしよう、はい、でここかなり鬼門で、これでもまあ種類動けるからもこっちこういっちゃう、サクショット、こいおいいよいいよいいよ、あいいね強いいね強で、はじ、うん、出た割に出た、うん、どういう出た、あの一回外に弾かれた割に出たな、そうだ、ね、あやべ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 、無駄な時間を過ごしてしまった、はい、でここ本当鬼門で、これ待ってこっちを壊さないとまずい、そう、あのビットンねちゃんと壊さないと、こうオレオネ SS とかやっぱ、あ、まミスった、ごめんごめん、どうしたんですか、なんでストライクショット使ってんの、ごめんマジ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 、あれどうしたんですか、あれごめん、え、あでもいいんじゃないですか、その前倒せるから撤退する、あ大丈夫か、はい撤退しますよ、撤退、ごめんちょっとびっくりしたあーよかったそうなんで撃ったんだろうと思って、はい、はい、でボス参戦、先生別に打たなくてもね破壊できるんで、できますリットムレーカーなんで、はい、ここもね上側に全部あるんだよね、はい来た、でね修理のいいところはね、これ確か素浴びっすよ、素浴びなんで櫛縄で、全然違った、あビットムレーカー、そうで櫛縄で動かして、ね、あれができる、うん、なんで右側見てます、はい、はい、スライクショット、スライクショット、あうまい、これがでかいっすよね、確かに本当に櫛縄と修理連れてくればここは結構ね、あれしないでしょ、さっきみたいなパターンがいいですよね、2で修理打って、はいはい、全部壊して3は櫛縄の号令で壊して、はいはい、おいや思いっきりあれだ、プラズマ引っ張ってるもんだと思ったけど、はい、寝てたんだ、ほんとに普通に壊しに行けなかった最初、はい、オッケー、むずいな、ストライクショット、はい、これね放送でね、あれになってからねコード抜いてからねちょっと引っ張るの怖くなったんですよあのちょっと思い切り手振りがちょっと怖くなった、エクスキューション見せれなかった、見せなかった、うまい、はい、睡眠と重力バリアですね、ここは神がねちょっと遅くなっちゃったんですけど、うん、魔人キラーと神キラー持ってるんですよ、うん、なんでハンターキング、はい、結構ダメージがあと天狗とかっすね、うん、はい、完全に終わると思ってたけど出てたはい、とっけーす、はい、ね、まあ、結構ね、はい、難しいと言われてるんですよね、このクエストやっぱり、ね、やっぱ難しいと思う、相当多分なんでそういう方は多分ね、はい、ビットンの処理をちょっとね、うん、うまくいかなかったりすると確かに難易度跳ね上がったりするんで、はい、まあちょっと優先してね、うん、ビットンは行った方がいいかなって、でもどうしてもうまくいかないって方はもう配置覚えて、うん、だったらビットン壊しやすいか、そうですよ、ちょ研究しましょう、はい、はい、今回は、神来ましたねの究極攻略でした、はい、でした、はいはいはい、でよろしければね、チャンネル登録の方ね、うん、お願いいたします、スキッチの下のところにね、はい、赤いボタンがあります、はい、よろしくお願いします、さあ今回もね、港区ゲームズの RPG スタジオ2からお送りしました、はい、はい、アクレスのナシカでした、シロでした、ありがとうございました。